ちは、ゆうこです。じゃあ今日は私が好きな日本語のバンドを紹介したいだと思います。このバンドの名前は Mr.Children です。でもファンたちはミスチルよく読みます。じゃあミスチルは一体誰ですか？ミスチルはねミスチルは1989年結成しましたロックバンドです。来年は30周年になります。すごいですね。もう長い時間、結成しました。そのバンドはメンバーは4人がいます。そのバンドがどうやって彼らたちが発見しましたのか。私は高校生の時から日本語の勉強が始まりましたけど、卒業した以来もう学校のその環境に日本語の勉強はもうないんです。大学に入った後は私、日本語を自習したいですから、よく YouTube で音楽のビデオを探して聞きます。そして私の YouTube も、どん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 いっぱい日本語の曲も進めます。ここで、花火が聞きました。私が一番最初聞いたミスチルの曲は花火です。私は花火の歌詞が大好きです。一番好きなところはここです。一体どんな理想を書いたらいい、どんな希望を抱き進んだらいい、答えようもない、その問いかけは日常に飲まれて。ミスチルは一番、私にとってね、特別な点は桜井和俊さん、ミスチルのリードシンガーの歌詞です。桜井さんの歌詞は時々やっぱり長すぎですけど意味が深いです。毎回毎回は心を打たれます。花火が聞きましたのは大学1年生の冬休み。私は昔はパースに住んでて、大学生になった時家から出て一人でメルボルに引っ越しました。最初からはやっぱり、嬉しいと、ああ楽しんでる、どんなことが、体験することができるのか、どんな予想外な冒険が、ありますかなと思って。でもあの冬休みは私が病気になりました。頭がすごく痛くて熱も高いし、同じホステルの中に住んでいる友達はみんな冬休みなんですからね、家に帰りましたとか帰国したとか、私は一人ぼっちで苦しくて寂しかったです。その上で私は初めて自分の人生のことを考えました。もう半年ぐらい大学生になりました。よく友達からそのようなコメントをもらいます。へえ、いいね、ゆうこは自分の将来は一体何がなりたいとかよくわかりますね、目標はよくわかりますね、いいね。はあ、そう見えますけどね、私は音楽が大好きで、作曲勉強したいから、大学に音楽選びましたけど、半年後はちょっと疑いました。これは本当に私が欲しいものかな。やっぱり人は比べますね。私よりすごい学生たちはいっぱいいますから、私は、すごく強くになりたいです。負けるな気分はすごくやばい、やばかったですから、その花火のこの大好きなリリックを聞いた途端、私は、はい、それは私今の状況じゃないの、毎日毎日の生活を過ごしたけど、これは本当に私が欲しい道なんだかな、そう、そのような疑いがありましたから、この曲は、聞いた時本当に涙が溢れました。ミスチルの曲はその力があります。毎回毎回すごくはっきりにその心が一番柔らかいところを打たれます。はい、決して捕まえことのできない花火のような光だとしたって、もう一回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 僕はこの手を伸ばしたい。誰もみな悲しみを抱いているだけど素敵な明日を願ってる。臆病風に
もしそのリリックの内容は全然わかりませんなら、初めて聞いたら、かわいいね、その曲は甘い恋の曲みたい。そのリリックは、英語ではね、ビッタースイート。日本語ではビッタースイートは引きこもごも。見つからなかった探し物はポケットに入ってましたと。幸せなんかおそらくそんな感じでしょって、君の声は教えてくれる。はい、そして今日は3番目、私が、皆さんに紹介したいミスチルの曲はこれです。くるみはやっぱり今聴いてもすごく感動が感じます。ねえくるみ、この街の景色は君の目にどう映るの、今の僕はどう見えるの。ねえくるみ、誰かの優しさも皮肉に聞こえてしまうんだ、そんな時はどうしたらいい。よかったことだけ思い出して、やけに年老いた気持ちになる。とはいえ暮らしの中で出そうとしている、歯車の一つにならなくてはな。希望の数だけ失望は増える、それでも明日に胸は触れる。どんなことが起こるんだろう、想像してみるんだよ。桜井さんのその歌詞の内容はほとんど、成長することに、関係あります。この成長って体の成長じゃなくて心の成長。私たちは大人になるときはきっと子供時代とのその大人になったらどうになるか、そのような想像は違います。未来はそんなに簡単じゃなくて挑戦と困ることがありますけど、ミスチルの曲は聴くとき、いつも、私は一人じゃないですね。そのような感じ、他の人たちもよく感じますね。私は一人じゃないんですから、頑張ります。疲れたときは、ミスチルの曲を聴いて、力はもう一回、満点。今日が、紹介しました3つの曲以外、ミスチルはまだいっぱいいい曲があります。例えば、印、ヒーロー、ひまわり、ティカリのアトリエなどいっぱいな曲があります。ちなみに最近、ミスチルは新しい曲が、発表しました。その曲です。ヨーソンと言います。ミスチルの皆さん、いつも人の心を直す作品を創作してくれてありがとうございます。はい、じゃあ今日のビデオはここまでです。ありがとうございました。じゃあもしこの動画が好きなら下をライクを押して、そしてサブスクライブをしてくださいね。ありがとうございます。じゃあ将来はまたいろいろな私興味があるその日本語の曲とかバンドとか音楽に関すること紹介したいだと思います。また続けますから、どうぞよろしくお願いしますね。じゃあまたね、バイバイ。